弟のアッシュルバニッパルの妻、リッパリシャラト宛のシェルアエテラとの手紙。彼女が学習をおろそかにしていることを叱責している。シェルアエテラとは、古代メソポタミア地方の新アッシリア帝国における王女、エサルハドン王の長女でアッシュルバニッパルの姉にあたる。女性でありながら、例外的に多くの文書に登場する。弟、アッシュルバニッパルの妻に対し、 将来の王の妻として、ふさわしくなれるよう、勉学に励むことを忠告した手紙が残っている。生没年等は不明。シェルア・エテラトの名前は、アッカド語では、セルエイ・イティラット、セルエイティラットであり、シェルアは救う者なりを意味する。後世のアラム語の文書では、サリトラ派と呼ばれている。エサルハドンの娘の中で、名前がわかっている、唯一の人物であり、 エサルハドンの子供たちをリストした碑文においては、王太子であるアッシュルバ・ニパルヤ・シャマシュシム・キンよりは深いであるが、アッシュル・ムキン・パレヤのような幾人かの王子よりも上位に記されている。彼女の重要性は、おそらくエサルハドンのすべての子供たちの中で、最年長であったことによると思われる。彼女はいくつかの王碑文で言及されているが、全670年頃に出された、 アッシュルバニパルの妻リッパリ・シャラト宛ての手紙によって最もよく知られている。この手紙の中で彼女は将来の王妃リッパリ・シャラトに対して自分が王女であり上位者であることを思い起こさせつつ彼女が学習をおろそかにしていることを叱責している。シェルア・エテラトはアッシュルバニパルの治世中まで生きていたがその死の状況は不明である。後世のアラム語の物語では彼女は 前6 5 2年のアッシュル・バニパルとシャマシュ・シュムーキンの内戦直前、両者間の和平を仲介する試みにおいて、中心的な役割を果たし、アッシュル・バニパルが兄弟のシャマシュ・シュムーキンを殺害した後、姿を消す。シェルアエテラとの生没年は不明である。彼女はアッシリア王エサルハドンの娘であり、エサルハドンの王女たちの中で、名前が分かっている唯一の人物である。 彼女の名は同時代の碑文に頻繁に登場する。名前はわからないが、王の子供たちのリストから、シェルア・エテラトには少なくとも一人は妹がいたことがわかる。シェルア・エテラトははっきりと長女と記されており、これは他にも王女がいたことを示す。王の子供たちのリストは年齢順に記載されていないため、兄弟たちとの出生順を判断するのは困難である。 彼女は、通常、王太子アッシュルバニッパル及びシャマッシュシュムーキンの後に位置付けられているが、弟のアッシュルムキンパレアとアッシュルエテルシャメエルセティ、ムバリッスよりも先に置かれている。したがって、後に王となったアッシュルバニッパルやシャマッシュシュムーキンの他にも2名以上の兄弟がいる中で、彼女は第3位に位置付けられていたようである。シェルアエテラとはアッシュルバニッパルよりも年上であった。 彼女の高い地位を説明する見解の一つは、エサルハドンの子供たちの間で、彼女が最年長であったかもしれないというものである。シェルア・エテラとの名前は、新年の式典における食事と贈り物についての記録の中に、兄弟たちの名前と共に記載されており、アッシュルバ・ニパルからの報奨にも名前が記されている。彼女はまた、全669年の王室の医療報告書にも、 登場している。彼女は兄弟たちと共にナブガミに犠牲を捧げ、催し物と祝祭に出席したことが分かっている。エサルハドン、またはアッシュルバニッパル治世中の文書にも登場し、その中でシェルア・エテラトに対してバビロニアのエクソシスト長であるナブーナディン趣味がエサルハドンと彼女のために祈祷していると言っている。エサルハドンが スキタイのオーバルタトゥアと結婚させようとした娘がシェルアエテラと出会ったかもしれないが明らかにこの結婚は実現しておらず彼女はエサルハドン規制末期の全670年頃までニネベの宮殿で生活していた彼女がギマイリッパリシャラトに手紙を書いたのはこの頃であったこの手紙の中で彼女はリッパリシャラトが学習をおろそかにしていることをうやうやしく叱責し また、リッパリシャラトが、将来の王妃となるとしても、自身が王女であり、同時に、リッパリシャラトは、王の義理の娘に過ぎないこと、それゆえに自分がなお上位にあることを思い起こさせている。シェルはエテラトの手紙の訳出は、以下の通りである。リッパリシャラトへの王の娘の言葉。なぜあなたは、自分で文を書かず、課題もこなさないのですかそのようなことでは、人々は事の歯に乗せるでしょう。 これが偉大なる王、強き王、世界の王、アッシリアの王、アッシュリエティルイラに無近味の後継者の宮殿の長女たるシェルアエテラトの姉妹の方でしょうか。とあなたは義理の娘に過ぎないとしても、アッシリアの王、エサルハドンが指名した偉大なる王大使、アッシュルバニパルの家の奥方なのですよ。手紙の冒頭は目を引く。冒頭の、これは王の言葉であるというフレーズは、 通常、王自身によってのみ用いられる。この手紙は、立派リシャラトが読み書きができなければ、それは王室にとっての恥であったことを示唆している。幾人かの学者たちは、この手紙は古代アッシリアの王宮の住人たちの間で時に社会的緊張があったことを示すサインであると解釈した。エサルハドンが死亡した後、シェルアエテラトが弟。 アッシュルバニパルの宮廷で果たした役割、そしてその最終的な運命は不明である。エサルハドンが死亡した後の彼女の称号は、アハトシャリである。彼女の兄弟であるアッシュルバニパルとシャマシュシュムキンによる内戦に基づいた後世のアラム語の物語では、シェルアエテラとは、内戦が勃発する前652年頃の両者の交渉において、中心的な役割を与えられている。 この物語において、サリトラ派は、サルバナバルとサルムゲの平和の仲介を試みている。これが失敗に終わり、サルバナバルがサルムゲを殺害すると、サリトラ派は姿を消し、おそらくは亡命した。このか転写型は、ローマ字表記を転写したものであり、学術的に定まったものではないことに注意。アッシュルエティルイラニム近には、エサルハドンのより公的な、旧帝名である。 ありがとうございます。